おいす、こんにちは。スペースキーを失いし者、アメユリです。はい。MacBook のスペースキーが戻らなくなりました。ちょっとね、じゃあ押し心地が、前モンスターをこぼしたっていう話をね、したと思うんですけど、ちょっと押し心地が悪くなっていたので、他のキーも含めてね、ちょっと掃除してたんですけど、スペースキーだけで戻らなくなりました。多分、キー側の爪が折れたせいかな。これ折れてんのかわかんないんですよね、ちっちゃくて。多分折れているので、ちょっと新しいキーをね、キーだけ、キーキャップだけね、買って、直ればいいなって感じ。まあ、最悪、なんとかなるけど、ねーって感じです、見栄えが。はい。そんな感じで、今回はですね、ゴーテンバット、バツマルくんのお話をしていこうかなと思います。まあ、交換するか否かの話をね、出すよっていうところを言っていたと思うんですけども、まあ交換した方がいいと思います。はい、結論から言うとね、まだ呪術廻戦のキャラクター全部の性能が明らかになったわけではないんですけど、虎杖くんもまあ変身前の性能はまだわかんないみたいな感じだし、確定したわけじゃないしな、あのスクナの方もね。まあとはいえね、別にまあ呪術廻戦一旦抜きにしても、バツマルくんの性能っていうのはやっぱ高いかなって思います。まあ今後のダンジョンでずっと生きるかまではちょっと定かではないんですけども、まあ既存ダンジョンであれば闇パー使うんならかなり強いよねとは思いますので、ぜひ前向きに交換検討をしていただければいいんじゃないかなと思います。特にまあ虎杖真人を使う方とかは、スキルね、HP1 になるっていうのが変身時の相性としてもかなりいいので、めちゃくちゃおすすめかなとは思いますね。はい。まあ、性能紹介は今回省きます。で、またね、前回のどっかでやったやつ、交換対象に対してですね、こいつは残しておくべきとか、まあ最悪たまにしてもいいよっていう話をしていきます。まあ、前回と同様の評価にはなるんですが、書いてあること違うかもしんないけど、丸三角×でつけていきますけど、丸はもう全然たまにしてもいいと思ってるキャラですね。三角はなるべく残したい。まあ、最悪もうどうしても玉がないんなら出すべき。で、罰に関しては、まあ絶対出さない方がいい。もう使い道としても明らか明確だし、出さない方がいいよと言った感じになっておりますので、まあ一応僕個人のね、評価にはなるので、他にもね、僕の知らない使い方とかもあったりすると思いますんで、まあその辺はですね、コメント欄で、このキャラはこういった使い方があるから残しておいた方がいいよとかね、コメントで残していただけると、他の方の参考にもなるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、全部で結構いますが、まあ、サクサクサクっとね、行こうかなって感じですね。はい。じゃあ、サンリオなので。はい。いや、こうやって見た方がいいか。まずは、ポンポムプリンですね。ツーウェイプラスと、泥鏡盛ります、スキブ盛りますよりのダメージ 80% 軽減です。はい。あとは、まあ、進化とかするんですけど、最終的にはこんな感じですね。うん。まあ出しちゃっていいかなって思いますね。使うとすればね、仮に、80% 軽減。使うとすれば、まあ進化前の武器かな。武器かな、みたいなね。まあデートナ系の編成とか、バインド持って、2A プラス持って、スキブも泥鏡持ってっていうところで相性はいいのかなって感じですけど、まあ、このポンポンプリンである必要性っていうのは、まあないかなっていうね。まあ一応結構厳しめには評価していきます。はい、もう出しちゃっていいと思います。で、次、キティちゃん、これは、キティはこれかな？はい。遅延しながらのケバ角解除です。スキブ、チーム HP、ドロキオン盛りです。で、まあちょっとこの辺の省きますね。転生進化ぐらいなんで多分使うのは。一番多分使い道が多いのは転生進化ですね。うん、まあ三角かなって思いますね。使う場面はちょっとあってもおかしくないかなって思いますので、なるべく一体残しておきたいかなって思いますね。スキブも最大6にできますよ。で、10強 2way で火力出すし、第3属性まで光持ってて、操作感もスムーズと。ダメ半減しながらのケバ角解除します。属性継承も一応無効化できます。まあ、結構仕事もね、あるような感じになりますので、ぜひね、1体は残しておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、海木キヤマララでいいのか。これだよね。無効貫通枠ですね。4ターンで打てる2ターン無効貫通ですと。まあ一応ウルトナとか相性は一応合うっちゃ合うんですけど、まあ使うかって言ったらまあ使わないよねと僕は思いますけどね。まあこっちは4色だからまあウルトナともそもそも相性は合わないかなって思うんですけど。
はい。まあ、基本出番はない。まあ、よほどですね、無効貫通、例えば4ターンで2ターン継続する無効貫通キャラクターとかが少ないよって方とかは、もしかしたら運用するケースはあるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、基本的に多分、よほどなことがないと出番は少ないかなと思いますので、僕は丸でいいとは思っております。で、次、キリミちゃんは、あ、つか、これあれだな。普通に交換所から行けばいいのか。これから俺、これ押せば見れるわ。はい。キリミちゃんですね。しかもちゃんと覚醒してるわ。キリミちゃんに関しましては、2列生成ですね。2列生成 HP50% 減です。で、こっちもまあ同じような感じ。こっちの方が蝶つなげとして周回のパーツになり得るかなと思いますけど、まあ使わないねって思いますよ。出番、まあないなって思ってしまうな。使う場面本当に少ない。まあ絶対水の2列、水系で周回しないといけないようなダンジョンであればもしかしたら出番あるかもだけど、まあネロミエル持ってるならなおさらいらないよねって思いますし、まあ基本的にはいらないと思います。僕はこれ丸でいいと思いますね。まあ一見ちょっと周回パーツで使えそうですが、多分なんやかんや全然使わないのかなと。ソフィーサムはどうしようかね。ソフィーサムもね、使うかな、これ。一応回復ドロキを持っているプラ持ってるのでアシスト無効解除可能ですよ。エルプラも1個あります。3ターンスケールで吸収無効とまあ諸々のエンハンス、スケットの上限値も上げてくれますよというところで、まあ別に悪くはないんですけどね。まあ三角にしますか。一応ね、まああんま使わなさそうですが、なんやかんや最近ね優秀なキャラが増えすぎたのがありますね、環境的に。なんでまあソフィーサムじゃなくてもみたいなところはあるのかなと思いますが、一応ね三角で、まあ何があるかわからないっていうのもありますね。まあまだ可能性はありそうなんで三角かなっていう風につけさせていただきます。でレートなクロミもね三角かなって思うんですよね。20ターンで3ターンヘイスト変身で、変身後2ウェイいっぱい持ってます。10強持ってます。指もおります。攻撃力高くて第3まで光もらえて、2ターンで打てる無効貫通なんで結構優秀かなって思いますね。無効貫通枠で光といえば今やっぱラギアクルス希少種が頭に浮かぶかなと思うんですけども、まああっち持ってたらあっちでいいケースはあるのかなと思いますね。はい、一応まあそういう感じ。光の2エパとか使うんだったら出番がありそうなので、まあ一応三角にしようかなって感じですね。まあでも最悪出してもいっちゃいいけどぐらいな感じです。はい。で、こんにちはハロキティはちょっと罰で行かせていただこうかな。さすがに武器が強いかなって思いますね。スキブ2のチーム HP2 のキラー2種、まあドラゴンキラーは今刺さりやすいっていうのもありますし、しかもヘイストできるし覚醒無効解除も初手できるので、まあ結構武器はやっぱ性能としては高いかなと。で、進化後に関しましては2ウェイで火力出すよ、3ターンで生成と、あとまあ上限値上げるのループしますよって感じになってます。まあ別に無理に使うほどの仕事はもらえないかなと思いますので、武器としての評価がいいかなと。まあ1体いればいいかなって感じですね。ワンチャン編成によっては2体運用あるかもしれないですが、まあ1体かな。でこれもね、これも難しいね。ここなぁ、人によっては罰って感じですね、ここはね。最近はあんまり使わないんですけど、まあ暗闇耐性の10強を持ってるヘイスト武器ですよって感じですね。まあ最近ブラックバードの武器も強くなりましたし、10強武器はいっぱいあるので、まあどうしても暗闇耐性とか同時に補う必要があればっていうのはありますね。最近はね、昔よりも比較的出番は少ないので、まあ昔ほど取っておかないといけない感はないって感じですけど、まあとはいえね、10強武器とかあまり持ってないよって方からすると持っておいた方がいいのかなって感じ。まあ、三角でもいいかもしんないな、ちょっと厳しめに見積もると。まあこいつはね4体で一応ループするんですよ。まあ4体持ってて、そうっすね、まあ使えなくはないですけどね。4体1ターンヘイスト、まんじゅとか表まんじゅとかならほんとずらしぐらいでバコバコ周回できますよぐらいです。まあそれがやりたいんだったら出さない方がいいですが、三角でいこうか。ちょっと厳しめで。甘く見積もっちゃうとこれ罰になっちゃうんですけど、まあ昔ほど使ってないよっていうのも含めて、まあ三角でいこうかなと思います。で、おはようハローキティ。まあスキル効果強いね。競馬格解除2ターンヘイスト。で、HP も全回復。で、回復ドロキをプラス持ってるのいいとこですね。クボも持ってます。2円も火力漏れるし。まあ悪くはないんだけど、まあそこまで出番はないかなと。で、進化後は回復ドロキを持ってエルプラ10強持ってます。で、聴覚はまあこんな感じ。4ターンで、ケバ核解除、2ターン自分とリーダーの上限値が80億ですね。編成によっては出番がありそうなので、まあちょっと三角にしようかなって感じです、こいつはね。
まあ今のところそんなここで使うっていうのはあんまないけど、まあいざという時にちょっと出番ありそうなんで三角。続いてシーウルフポチャッコ。スキブニコ持って3ターンヘイストで25ターン変身。変身後は L 持ってまして、アシスト無効解除触れます。7強無効感浮遊で火力出せます。第3まで火もらえてて、6ターンで吸収無効打って陣打って、そのうち2ターンは、90億上限解放しますので、まあ火力も結構出るなって感じですね。まあ一応、三角にしよっかな。丸でもいい気もしますけど、一応三角かなーって感じですね。ワンチャン出番あるかなぐらいですけど、まあ最悪出してもいい感はあるって感じですね。ノーチアスケロケロケロッピも同じぐらいの評価ですね。こいつのいいところって、まあヘイストとかの変身の仕方はさっきのやつと似てるんですけど、上限解放がずっと継続しますね。5ターンの間上限解放60億なので、火力しっかりね足してくれるんですよね。列強もまあ列一緒に組むようなキーパーはあんま今ないかもしれないですけど、まあ列強も強化されてますし、7強も交換で浮遊で火力出せますし、第3までキーもらえてって、今はまあ、ケバ核解除枠のキーって、チャコルマイメロとかね、あとは、夏休みのお市だったりとか、いるかなって思うんですけども、まあ火力も足しにしたいよ、覚醒無効解除でってなってきたら強いのかなと思ったりしますね。一応三角でいきましょう。で、ブラックバードバットバツマルくん。これもまあ同じような変身ですね。スキブ2個の25ターン3ターンヘイスト変身で、10強無効感浮遊で火力出しますよ。で、第3まで闇もらえてて、3ターンで HP 軸出るのがいいですね。生成および HP 軸って上限80億ですね。まあこれも一応三角でいきましょう。闇パー使うんだったらワンチャンこいつも出番ありそうですけどね。HP 維持くるの強いと思いますんでね。ちょっとメイメイっていうすごい良さげなキャラが今回登場したんですけど。はい。まあ今、ポチャッコノーチアスバッツマル君がブラックワードの中だったら、まあブラックワードが個人的には一番活躍しそうって感じですね。ポチャッコとケロケロケロッピはちょっとワンチャン編成によっては出番がありそうみたいなね。まあ一番なんか近い将来で活躍を見せてくれそうっていうのはバツマルくんがワンチャンかもしんない。はい、って感じです。で、ウィッシュミーメルです。2ターンヘイストの、20ターンですね。で、L 字持ってアシスト無効解除可能、回復努力を持って5色で浮遊持ってます。第3属性まで光です。まあ一応多色運用になりますけど、5ターンで軽減ループ及びサブエンハループですね。で、あとは2ターン操作時間2倍と、自分のダメージ上限値90億です。はい。まあ、なんか使えそうな性能はしてますが、多分全然使わないんだろうなっていう感じはあります。一応まあ三角にしますが、まあ出していいかなと思ってます。本音を言っちゃうと。多分本音言っちゃえば、使わないんだろうなっていう。使わないんだろうな結局っていうね。一見まあ、なんかも仕事もらえそうですけど、今後のインフレについてはいけないんじゃないかなって思ったりはします。はい。で、次が。レイランですね。まあこの辺は丸でいきましょうか。まあもしかしたら使うかもしれないけど、まあでも言うてでしょ。仕事の役割がめっちゃ少ない。陣打つだけじゃないですか。要は火力出して陣打つ、火のコンボ強化でめっちゃ火力盛るっていう、いや使わないと思うんで丸で、ここも丸でいいと思います。この辺一帯は、まあ、丸でいいかなって思ってます。別に持っておかなくても、あの、昨夜だけは、ちょっと三角にしようかな、これ。2ウェイに込めて泥強4色。昨夜は、グラビティも持ってるし、これはね、他の詩人のキャラクターに比べると、なんか、使い道ありそうっていうのがありますので、持っておいた方がいいかもしれないなって思います。はい。僕も持ってません、白光牛麺。出していいです。はい。で、昨夜以外は大丈夫かなと。で、シルクチャーミーキティですね。シルクチャーミーキティは、ちょっとまあエンハンス乗せづらいかな。火、光、回復、泥強。この宝石姫シリーズは、カラット、ファセット、シーン。まあこれね、本家の宝石姫と同じような感じですね。ここは使う可能性がまだ高いと思います。つかまあそもそももう使われてます。で、シルクとカメオに関しては出していいかなって思います。まあシルクがまだワンチャンぐらい。カメオはまあ使わないだろうなって思うんですけど、シルクね、でもなんやかんや使わないと思うんですよね。リーダースケットの上限値を上げてくれるんですよ。まあなんで、まあそういった綺麗にはまる編成があればとは思うんですけどね。まあ一応じゃあシルクは三角にしようかな。多分使わないと思うけど、一応シルク三角、カラットと、
こいつはいい、一番多分使う可能性はないんだろうなっていうのはこいつですね。うん、これはね、出していい。もしかしたらすごい綺麗な編成来るかもしんない。キレツキョウ、ヤミレツキョウめっちゃ持ってますみたいな、来るかなわかんないけど、一番多分使いづらいと思うんですよ、カメオって。まだなんか、ね、カメオは出していいと思う。こいつ丸でいいと思う。ただカラットファセットシーンは、これはね、使いどころが多いかなと。使いやすい、環境的にも。まあファセットって2way だから、デートナとかで強いよっていうのもあります。まあデートナが上限回復しないのもあるしね。うん、シーンとかも今闇属性結構強くなりますし、で、あとは、バツマルくんとかは、サブね、上限解放しますけど、自身が上限解放しないんで、バツマルくんリーダーの時とかはね、これ使ってバツマルくん自身を上限解放とかあるので、もうカラットもね、結構バカにできないかなって思っててですね、まあ武器も強いですけど、回復努力を持ってアシストも高解除結構強いですよね。で、上限解放するじゃないですか。で、スキブってやっぱ盛りやすいと思うんですよね。まあ変身環境なので、変身後はスキブが少なくなっちゃうケースもあると思うんですけど、うん、まあでも言ってスキブのエンハンスって比較的高く盛りやすいかなと思うので、この辺×でね、いきましょうね。はい。でチャーミーキティもね、×にしようかなって思ってます。ね、下側の方が使いますね。まずはこれ、覚醒無効解除無効貫通3ターンでやってのけて、生成もしますよ。19で火力も出す。でこれスキブが多いやつね、スキブ9の4ターンスキルですね。で、なんかな、どこで使うんだかな、周回ランダムパッ、ランダムだったかな、うーん、って感じですね。どっちかっていうと、まあ攻略目線ではあんま使わないかもしれないけど、まあでも最大 HP1.5 倍とかするのはあるんでね、まあ綺麗にはばれば使うケースはあるかなと。で、闇とかは普通に攻略系で使いやすいかなと。スキルがですね、覚醒無効解除のサブ攻撃力2倍の上限値80力、これが強いですね。なんで闇パーで使う可能性が全然あるよって感じですね。その他は、ちょっとその他はね、微妙かもしれない。うん、そうですね。まあこの辺はまだワンチャンあるか。ルーレットですね。下の方が結構使い道あるかなと思いますので、ちょっとね、いろいろまあ進化形態も多いんでね、うん、×でいこうかなと思ってます。はい。でコギミュンはね、使わないと思うな。うん、いや武器がね、回復タイプ表の追撃持ってるのな、今日持って指名チームって操作か持って、回復タイプ表が新万獣でとかはあるんですけど、なくて困んないと思うな。コギミュンは丸でいいと思います。ゼラキティは三角でいきますか。一応ダンボ持ってるスキブの4つのキャラクターでスキルターン7なんですよ。なのでドロップ率をポチポチ周回とかで上げたい、そんな編成を組みたい方は絶対売らない方、売らないっつか交換に出さない方がいいですが、カミラとか持ってるんなら、まあカミラでいいかなとも思います。カミラの数少ないんだったら、ね、出さない方がいいけど、まあカミラある程度2体3体ぐらいいるんだったら、まあ出してもいいかなって思いますね。はい。で、まあこれは丸でいこうかな。さすがにあっちには変えられんでしょう、バツマルくんには。バツマルくんのためなら丸でいい。リーチェも丸でいいです。でどこまで行った、こっちか。サレーネキティはね、ワンチャン使われてますが、まあこれは組むか組まないかですね、人によりけりかなって思いますね。暖房を持ってで4体でループするんですよ。だから4体じゃないと逆に運用しづらいかもしれないですけど、まあそれこそ裏修羅今来てますが、あそこの集会とかでも確か使われてたような感じがしますんで、暖房ちょっとでも持って集会の効率経験値を上げたいとか、まあそんな方はまあ4体、まあでも4体持ってたらなぁみたいな4体持ってないと思うんですよね、これを対象にする方は。中途半端にこう1体とか2体とかの方は出してもいいんじゃないかなとは思いますがね。まあもしかしたらね、そのキリンとかを使った編成で、この列生成で使ったりするケースもあるので、ちょっとまあ、これは人によってはって感じがあるんで、三角でいこうかなって思ってます。ベロワは×です。ドロップ率上昇。卵ドロップ、これはいないので、他になかなか。で、次ですね、レム。これは丸でいいです。はい。まあ使うかもしんないけど、丸でいいです。一応、ノールザキティは三角にしようかな。うん、なんやかんや使わないとは思うんですが、まあ編成によってはもしかしたら出番あるかなって思うんで、一概に絶対ないとは言い切れない性能なんでね。うん、昔ほどね、で、まあ、前来て
1年経ってどうかっていうと使用頻度かなり少なかったんですよね。なんでなんやかんや使わないと思いますけど、まあ、もし使うぞってなった時になかったら困るかもしれないんで三角。アルジェキティは丸でいいと思います。わざわざ今の環境でそこまで使用するほどではない。で、ファスカも丸でいいと思います。うん、核戦向解除は他にいっぱいいるのいる。で、ネレも丸でいいかな。火力は出ます、吸収無効もしますが、ネレである必要性っていうのはあんまりないかなって思いますね。あとね、スキブ2個でヘイストも何もしないのはなかなか編成に入れづらい。で、ハンギョドンは三角か、三角かな。今んとこだと三角かなって思いますが、まあ、盤面76にしますよと。で、あとはまあ陣打ったりしますよって感じなんで、まあ、盤面縮小とかされ対策で枝豆外して周回パーツで入ってくるとか、全然あるかなとは思ってます。で、あとは、これですね、無効貫通3ターン継続しますよと。で、操作とか回復力上げれますんで、意外と強いんですよね。なんで、まあ、攻略方面で無効貫通を生かすような水パが流行れば、攻略でも使うって感じですね。今、水パは、基本的に無効貫通は自力組、正方形組んじゃうんで、まあ、スキルにわざわざ頼らないよっていうのはあるんですけど、まあ、編成によっては、強いのかなっていう感じはありますので、ワンチャン持っておいてもいいかもしんないけど、まあ、最悪ゼロにしてもいいかもしんないね。うん。チャコルマイメロはちょっと罰で生かしてもらっていいですか。これはね、ケバカ解除の貴族性枠としては結構優秀なんでね、HP もいじくれるしって感じです。これは一体持っておきたいね。で、ポムプリも、ちょっと罰で生かしていただこうかなと思ってます。何かしらの編成で役立ってもおかしくない。火力も出るし、エルジャー持ってアシスト無効解除できるし、まあ、スキブね、潜在触れますから、スキブ7にもできたりしますと。で、4ターンで操作時間上げてルーレット生成して無効貫通もダメ級もできますんで、結構一人で仕事いろいろやってのけれるんですよね。で、こっちはまあ、光列強の火力上げますよって感じです。無効貫通属性吸収もできますし、まあ、キリン編成とかでも役立つケースはあるかもしれない。マイメロじゃねえわ。クロミちゃんはね、いやー、いろいろ考えたけど、使わないと思うんだけどな。今、永遠に謎だったこいつ。使ってみたんですよ。動画では出してないんですけど、ちょっと裏の方でアクセラレーターのセルティの編成に入れて、HP60% 回復みたいな動きを取ってみたんですが、いるみたいな。いるって感じだったな。一応三角でいきますか。一応ね、ちょっと怖いんで。ちょっとまだ怖さは残るんで三角にしますけど、まあでも出していいかなって思いますよ。バツマルくんも一応これも念のための三角でいきますか。盤面広げながらエンハンス、回復力とも攻撃力もエンハンスしてくれますんで、4色を生かす編成では、まあ、倍率が欲しければ強いかもしれないっていうのはありますね。はい。まあ、あんまり使うことはないかもしれませんが、一応変身時もヘイストしてくれますし、まあ別に編成には入れやすいのかなと思いますね。エンハンス枠が入れれる余裕のある編成ができれば、ちょっとワンチャンあってもおかしくはないかなと思ったりしましたんでね。まあ今の環境はあんまり使うことはないと思いますが、まあ最悪出してもいいぐらいですね。うん。で、グレタマも一応三角でいきましょう。ドラキア・クマキラーは次の新居長にぶっ刺さるんですが、まあ、ぶっ刺さるからといってアテン君が入るか否かはちょっとどうかなみたいな感じして、ダメ半減もあるんで、まあ、ワンチャン入るかもしれないが、まあ本当でも火力出してダメージ受けきるぐらいの役割しかないんで、まあ別に他のキャラでもね、なんか他のやってのけれそうですけどねとは思ったり。で、究極進化後は HP いじくれますんでね、操作時間とかも上げれますので、まあ多色パーで1枚噛んでくる可能性はあるかもねって感じですね。はい。まあ一応三角といった感じです。以上かな。はい。まあ、そうですね。一応まあ僕なりの評価なので、まあ人によってはいろいろ意見は異なるかなと思いますが、一応もしね、まだ交換できてないよ、交換しようか迷ってるよという方がいましたらですね、少しでも参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。僕はなので、まあこの動画を出したこともそうですが、バスマルくん取った方がいいと思います。1体でいいと思いますね。ただね、まあ2体取れるなら取っちゃってもいいと思いますけど、まあでも1体でも全然活躍するので1体でいいかなって思ってます。1体持ってるか持ってないかは全然違うかなと思いますので、ぜひですね、前向きに検討、交換検討していただければいいんじゃないかなと思います。
はい、ということでね、少しも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。